間お疲れ様です。時に、なんでしょう。前回のこの動画ですが、一撃必殺技の実質威力を計算したやつね。この動画で、ダブルバトルなのにリフレクターの補正が2分の1で計算されていたミスがありまして。ああ、ダブルだと3分の2くらいになるんだっけ。正確には4096分の2732みたいですね。シングルしかやらない弊害がこんなところにも出ちゃったね。すみませんでした。で、コメント欄でもですね、一撃必殺なんだから最低乱数で倒せる威力にした方がいいとご指摘を受けまして。まあ、それは確かに。ということで、この2点を加味しまして、前回のニドランの角ドリルの威力を、5469万8057から、4824万4115と改めます。4800万って、どっちにしろとんでもない威力だな。24万を波数にしていいんですか。それ言ったら4115も波数の威力じゃないって。確かにそうですね。さて、前回動画のコメント欄を読んでいくと、一撃必殺技の実質威力の更新案が多数寄せられていました。このチャンネルの視聴者はこういうところに情熱を見出せるんだね。全くニッチな人たちが集っていますね。ということで、その更新案をご紹介。どれくらい記録が伸びるのかな。まず攻撃役はニドランオスで変わらずとして、防御役にはハピナスが選定されました。え、ハピナスはノーマルタイプだから、角ドリルは等倍じゃん。それに特防はかなり高いけど、防御はペラペラに低いし、コドラとはだいぶ特徴が違うね。ではその辺を説明していきましょう。まずニドランですが、基本的には前回と同じ条件として、技を打つ直前に送電状態になり、角ドリルが電気タイプ技になる条件が加えられます。ほうほう、技のタイプを変えると。ニドランの条件はこれだけで、続いてハピナスですが、特性はやはりマルチスケールをスキルスワップされており、持ち物は突撃直帰2個分、HP 実数値は714、そして特防特活没後のガードシェアを連打され、特防実数値が613。さらに天候が晴れでチェリムのフラワーギフトが発動、特防が 1.5 倍で、それで防御のランク補正が6段階上昇、さらに場にはリフレクターも貼られているものとします。ちょっと待って、さらっと突撃直帰2個分もおかしいし、ガードシェアで特防を上げてるのに防御ランクが上がってるし、マジで意味わかんないんだけど。ですよね、なので一旦ここで区切りましょう。まず突撃直帰2個分についてですが、これは第6世代ソフトでのみ起こる、強制バグを使用します。なので、今回の機上論を実践できるとしたら第6世代ソフトですね。だから BGM がオーラスの道路の曲なのか。バレました？それでこのバグは何なのよ。これは脱出ボタンが発動して手持ちに戻る味方に対して、特性強制のもう一方の味方が持ち物を渡すと発生するバグです。これが発生すると、道具を受け取った味方ポケモンは、サイド場に出た際、道具を2個分持っている判定になり、突撃直帰の場合ですと、効果が2乗にかかり、倍率が 2.25 倍となるのです。なんだそのバグやばすぎるでしょ。当時のダブルやトリプルバトルにどれだけ影響を及ぼしたかはわかりませんけど、えげつないバグですよね。さて、突撃直帰2個分について納得していただいたところで、あんまりしてないんだけど、続いて防御や特防に関してですが、こっちも意味わからん。これはバガワンダールーム状態であるとします。え、なんだっけそれ。ワンダールーム状態では、物理攻撃のダメージ計算を行う際は、特防実数値と防御ランク、そして特殊攻撃の場合は、防御実数値と特防ランクで計算されるようになるのです。実数値だけ入れ替わるのか、ややこしいな。これによって、ツボツボによって底上げされた特防に直帰とフラワーギフトの補正がかかり、この値に防御ランク補正をかけた値で物理技を受けることになります。で、受ける角ドリル自体は物理技ですから、リフレクターのダメージ減少も適用されるわけですね。すごいな、ワンダールームで都合よく特防だけ上げて物理技を受けるようにできるなんて。ワンダールームなんて全然見ない技ですし、もうこの動画のために存在してるんじゃないかってくらい今回は都合がいいですよね。存在意義がニッチすぎるって。でも、ここまでならわざわざノーマルタイプのハピナスじゃなくてもよくない？では続きの条件を見ていきましょう。まだあんのか。さらにここから、ハピナスにマネッコでミラータイプを出してもらい、ゼクロムのドラゴン電気タイプをコピー。そして森の呪いで草タイプを追加することで、電気技との相性は8分の1になります。ダメ押しにバオドロ遊び状態にすることで、電気技の威力を約3分の1にすれば、おそらく最も一撃必殺技の威力が高くなるであろう条件が揃います。なるほど、ミラータイプを使うって手があったね。これなら元のタイプも不問だし、特防もガードシェアで上げれるから不問で、それなら一番 HP が高いハピナスが適任ってわけか。そういうことですね。あれ、でも突撃直帰持った後にマネッコ出せなくない？
そこはマジックルームで道具の効果を一時的に消したり、特性武器用をスキルスワップしてマネッコを使い、その後にマルチスケールをスキルスワップすればいけると思いますね。おお、めっちゃ力技だ。そういえば第6世代ならトリプルバトルができるので、ジェリムをもう一匹漏れますね。そうか、前回はダブル想定だったもんね。逆にトリプルにしても追加できるのってジェリムくらいなの？重ね掛けできる能力も限られるので、多分これだけだと思いますね。じゃあこれで条件は出揃ったね。まあ、あとはぶっちゃけ機上論なので、これが実演できるかは定かではないですけどね。なんかいけそうな気はするよね。ではここまでをまとめると、条件はこんな感じですね。項目は少ないけど、ハピナスが化け物すぎる。防御12413で相性8分の1で丸スケって、いつぞや無限大マックスさせた時よりはるかにヤバいです。さて、これでもニドランがハピナスを一撃で倒してしまうとしたら、果たしてどれだけの技威力が必要でしょうか。結局前回が計算し直して、威力4800万とかだったんでしょ？当然それよりは伸びてるだろうけど、100倍ってほどまでは伸びないと思うんだよね。ほうほう、堅実な考察ですね。まあ、よくわかんないから勘だけど、20倍くらい？だからざっくり10億くらいで、2.4 倍です。あれ、そんなもん？答えは、ゆえちゃんの予想の約 2.4 倍。実質威力は24億トンで447万1900でした。割と近くてインパクト薄れてごめん。まあ、どうせ前回記録の約50倍ですし、多めに見てあげましょう。でも威力24億ってめちゃくちゃ記録伸びたじゃん。20億の大台に乗せられたことは嬉しいですね。最大ダメージ学会と肩を並べられそうです。そういえばあっちは続きやんないの？飽きちゃったので。とりあえず、トリプルバトルでバグを駆使すれば、一撃必殺は実質威力24億になる、という結果が得られました。また計算違ったり条件に不備があって修正されるかもだけどね。その可能性は大いにあります。ではここからはおまけで、ガモシャラの場合も考えてみましょう。そういえば前回途中で何か言ってたね。ガモシャラの場合だと、一撃必殺技のようにレベルでの制限がなく、ダメージも最高で相手の最大 HP-1 を与えられると、一撃必殺技に近いダメージが出るので、さらにとんでもない威力が出ると思うんですよね。なるほどね、こっちもノーマル技だし、条件も角ドリルの時とほぼ同じで計算できそうじゃん。ということで、我が軍のガムシャラ要員といえばミツハニーオスですから。そうだっけ？レベル1の生まれたての彼に闘争心をスキルスワップして、火傷状態で HP1 という極限状態を用意し、他の条件は先ほどと同じで、ハピナスに713ダメージが出る威力を計算してみましょう。今にも死にそうな貧弱オスバチに何させてんのよ。風前の灯火が対価となる様はなかなかかっこいいじゃないですか。では、威力の予想を。いやこれはガチでわからん。なお、より高い威力の方が見栄えがいいので、最低乱数で713ダメージとしましょう。いやそんなこと言われても、レベルが100から1になって、ダメージ計算がどう変化するのかわかんないしな。ではヒントですが、計算で使う係数がだいたい20倍くらい変わりますね。じゃあさっきの20倍で500億くらい？ 1.01 倍です。いやほぼ正解で答えは、ゆえちゃんの予想の約 1.01 倍。実質威力は504億9390万9886でした。つまり理論上、ミツハニーは威力504億の技を打てるってことね。いやー強いですねミツハニー、これは不遇卒業ですね。まあ、ガムシャラだから倒せてないけど。じゃあやっぱり不遇有念で。ということで、レベル差をつけられるガムシャラで計算すると、504億という、とんでもないダメージが出る計算となりました。ソシャゲでこういうダメージ出るのあるよね。ポケモンにもそれくらいのポテンシャルがあるってことですかね。ちなみに、あくまでも理論上で、実際のダメージ計算は固定ダメージですから、ゲーム内でこういう威力が計算されてるわけではないです。どっかでオーバーフローしちゃうもんね。ということで、最大威力学会よりお送りしました。ご視聴、ありがとうございました。